中井さん、こんにちは。ご心配おかけしております。寝たきりになったのは私じゃありません。私はワクチン打ってませんのでね、寝たきりになったのは私の母でございます。まあ本当にね、一晩二晩で終わってくれればいいなと思いますけどね。回復を祈るばかりでございます。まあほとんどの方には悪い症状は出ない、もしくは軽微だということで聞いておりますし、実際そうでないとね、ここまで流通しないと思いますから、あまり深く不安になられることはないかなと思いますよね。非常に少ない例の一つとして今回動画にさせていただいたんですね。まあ少ない例とは言っても、自分が当事者になるとね、やっぱりこう心不安になるもんですよね。動画の方を見ていただいたらその辺も伝わったと思うんですけども、中井さん、動画の方は見てくださらなかったのかな、これはどうやらなんて言うんですかね、私じゃなくて母ですよっていうふうに動画の中では語っていたのと、あとはまあ一晩二晩様子を見ないとね、わからないよっていうことだとお伝えしたつもりだったんですけども、またよろしかったらね、ご連絡いただければと思います。まあ、本当にでもね、心配ですよね。だからそれを予見してやるかどうか決めなくてはならないかなっていうところですね。ご高齢の方がね、最初に接種を進められたのは、そのワクチンっていうのは10年先、20年先、30年先に対しての配慮はないんですよ。治験をしてないですからね。まあ、ですので高齢の方にはね、やっぱり30年後っていうのはなかなか考えにくかったりとか、年齢によっては10年後は本当にね、あんまりそんなに考えなくていいっていう、そんな年齢の方もいますんで、まあだからじゃないかなと思います。ただやっぱりね、10代20代の方は30年後高い確率でありますからね。だからだと思うんですけどね。まあ必ずしも悪い影響ばかりではなくって、そのいわゆる例の感染症に対して抵抗力をつけるというメリットに対して、副作用、副反応というデメリットも薬っていうのはセットですからね。ですからそこをよく覚悟してですね、やるべきなのかなっていうところでございました。はい、じゃあ今回ね、本当にご心配おかけしましたけども、こんなところでございます。ありがとうございます、ご心配いただいて。まあパニックになる必要はないです。まあパニックになるといってもね、パニックって何でしょうねこれがパニックですかね。となるとこんなことやってないと思いますんで、不安な気持ちにはなったと思いますけどね。取り乱すことなくお過ごしください。それでは。